浜田耕作、1881年2月22日から1938年7月25日は、日本の考古学者、京都帝国大学総長、名誉教授、清涼和郷、日本近代考古学の父と呼ばれる。息子の浜田厚は、京都大学名誉教授、日本語学者、岸和田藩の上級藩士である浜田家の長男として、 大阪府南軍岸和田村に生まれた。府立大阪人城中学校に入学するが、方向処分となり、その後東恐怖に渡り早稲田中学校に転校する。さらに、第三高等学校を経て、東京帝国大学で美術史を専攻し、1905年に卒業。その後、ヨーロッパに留学して、考古学の研究を続ける。帰国後は、 京都帝国大学考古学研究室の初代教授に就任。1918年には文学博士の学位を授与される。通論考古学で、考古学は過去人類の物質的異物を研究する学と定義した。この書物は考古学の教科書として長く親しまれ、日本考古学の水準を高め、普及にも役立った。梅原松次 末永正夫、小林幸夫らを見出し、考古学における京都学派を形成する。従来の日本の考古学の手法にヨーロッパの考古学研究方法を取り入れ、さらには中国及び朝鮮半島を含むアジアの遺跡を調査するなどして、日本の考古学研究の発展に多大なる貢献を果たした。1937年には京都帝国大学の総長に就任した。 1938年春以降、病気になり、京都帝国大学医学部附属病院に入院中、同年6月に、清野賢治医学部教授による窃盗事件が発生し、総長として責任を感じた政令は、7月上旬に辞意を表明した。渋滞のみであるにもかかわらず直ちに退院して、次の総長選挙等の対応を行うが、 文部省による総長選挙中止決定から1週間後の7月25日、石庫人から尿毒症を併発して休止した。京都帝大では、総長在任中の死を痛み初めての学僧を営んだ。死後は京都市佐教区の法令院墓地に埋葬されている。また彼の名を取って、優秀な考古学、歴史、美術などの研究に功績を残した人物に授与される。 浜田清良省が1988年に岸和田市と朝日新聞社の共催により設けられた。ありがとうございます。